皆さんこんにちは、ひとみです。今回はクリオから出ているプロアイパレットの07番ピーチグループを使って、こちらのラズベリーミルクティーっぽいアイルックの作り方をご紹介します。それでは早速いきましょう。今回もいつもの通りまつげは上げた状態からスタートです。このやり方は詳しく別の動画でやり方をご紹介しているので、下にリンクを貼っておきます。そしたらまずパウダーを取って、ラメ落ちを事前に阻止するためにこの目の下にパウダーをつけます。次に右に星で表示したカラーを取り、まぶた全体に広げます。今日のメイクは生え際が一番濃くて上に向かって薄くなるようなグラデーションにしたいので、一番濃くしたいまつげの生え際からブラシをスタートさせて、だんだん上へ眉の方に向かって優しく広げていくことでグラデーションを作っていきましょう。私はもう少し濃くしたかったので、同じ工程をもう一度繰り返します。ちなみにさっき目の下につけたパウダーは、私の場合今日はベースメイクがすでに終わっていて、どうしてもこの目の下のところにラメやアイシャドウが落ちるのを防ぎたくって、保険でつけているだけなので、絶対つけないといけないというわけではないです。そしたらまぶたのところもう少ししっかり発色してもいいかなと思ったので、指でトントンとして濃さを調節します。でもう一度綺麗にするためにブラシに同じカラーを取って広げていっているんですが、ちょっとね、多くアイシャドウを取りすぎてしまって綺麗なグラデーションになっていないので、ここは修正をしていきましょう。あ、1色目にのせる高さは眉下の骨と眼球の間のクリースというところまで広げてください。これ先に言えばよかったですね。今ここで指さしているところがまだらなので綺麗にしていきましょう。使うのはアイシャドウがついていない綺麗なブラシで、ぼかしたいところを優しくブラシでブレンディングしてあげるとある程度綺麗になります。次にこちらのカラーを取ってクリースのところに広げていきます。本当はこの色使う予定なかったんですけど、初めに使った茶色が思った以上に赤みのあるピンクで、私はもう少しピンクでも黄みを混ぜたような色の方が私の目にはしっくりきたのでのせることにしました。なのでここは皆様の好みで調節してください。小さいブラシに同じカラーを取り、目の下全体にも足していきます。この色単品で使うとミルクティーみたいな発色で、赤っぽいピンクだと目が腫れて見えてしまう私からしたら、この色が入っていることで目の腫れを和ますことができるので、いい配色だなと思いました。次にこちらのカラーを取り、目の下全体に広げていきます。1個前のミルクティーカラーよりも細めにまつげの生え際に塗っていくイメージです。で、この撮影した日もうすぐ雨が降りそうで、急いでアイシャドウを多めに撮っていたので、目の中にね、がっつりアイシャドウ入っていますが、皆様はお気をつけください。で、見えてないかもしれないんですが、一旦目の下にアイシャドウが落ちていたので、何もついてないブラシでこのパウダーを取りました。そしたらこちらのラメを取り、黒目の上に足していきましょう。一番濃くしたい真ん中から始めて、左右に指を動かしていくイメージです。このラメも中心から横になんとなくグラデーションにしたいので、指でささっとなじませます。ラメの乗せる高さは目のくぼみのクリースのあたりまで乗せていきましょう。ここは今ほぼわからないと思うんですが、ブラシで少しラメを調節しているところです。で、目の下ですが、もう少し濃くしてもいいかなと思ったので、初めに使った茶色ブラシにとって色を重ねます。目頭の方はいつも乗せすぎてしまうので、小さいブラシを使用しました。そして今丸を押したここ、ついてほしくないところにアイシャドウが広がってしまっているので、今回もパウダーで修正をしていきます。ツヤ肌が好きでパウダーされたくないっていう方は、先にアイメイクしてからベースメイクするのもありだと思います。もしこういう修正にパウダーを使用される場合は、ロラーメルシエのパウダーがカバー力があって私はおすすめです。パウダーは後ほど取るとして、目の下の黒目の中心にもラメを広げましょう。先ほどのせたミルクティーカラーに合うように黄色みのあるラメを選んだんですが、このミルクティーカラーのアイシャドウをのせない場合は、このパレットに入っている他のラメを足しても可愛いと思います。綺麗なブラシで目の下のパウダーを取っていきましょう。で、目尻の方少し修正しすぎちゃったので、ミルクティーカラーを少し足しました。アイラインはこちらのマットカラーを取り引いていきます。
この低い位置は過去の動画で詳しく説明しているので、その動画は下にリンクを貼っておきますが、もう少し今回は濃い茶色にしたかったので、クリームペンシルで濃さを足してパキッとしすぎないように同じシャドウでアイラインをぼかしました。このクリームペンシルは一回乾いてしまうとうまくぼけないので、ぼかしたラインにしたい場合は他のペンシルがいいかなと思います。おすすめは概要欄に貼っておきます。あとはマスカラです。今回はバサバサな感じにしたかったので、キャンメイクのクイックラッシュカーラーのセパレートを使用して、インラインは焦げ茶にしました。このインラインの超詳しく解説した引き方も別で同じように目をアップにして動画を出しているので、概要欄にリンクを貼っておきます。このインラインの引き方で目のサイズが結構変わるかなと思っているので、私はね、大切なんじゃないかなと思っています。するとこんな感じで完成です。今回はクリオから出ているプロアイパレットの07番ピーチグルーブというカラーを使って、こちらのラズベリーのようなピンクにちょっとミルクティーを足したような黄身のアイシャドウを入れて、普段使いしやすいルックを作ってみました。参考になれば幸いです。それではまた次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。